左から、酸性、中性、塩基性のブロモチモールブルー溶液ブロモチモールブルー、もしくはブロモチモールブルー、ブロモチモールホンフ二レーンは、分析科学でよく用いられる酸塩基指示薬の一つで、分子式 C27H28BR2O5S で、表される単行色、または淡紅色の粉末である。しばしば水溶液は BTB 溶液と呼ばれる。 酸と塩基を判別する指示薬としてナトリウム塩の形で市販されている。分子量は 624.38g、モル、プコは7.10である。プロトン化を呼び出すプロトン化の形態と取ることができ、それに伴い色調が変化する。色の変化は pH6.0 で黄色、pH7.6 で青い色であり、その中間では緑色を示す。ただし、 非常に強い酸に対しては赤色を、非常に強い塩基に対しては紫色を示す。中性溶液中で BTB が緑色を示すのは、中間体が脱プロトン化するためである。プロトン化した BTB は、急光の極大が波長692ナノメートルにあり、酸性溶液中で黄色の光を反射する。一方脱プロトン化した BTB は602。 ナノメートルの光を最もよく吸収し、塩基性溶液中で青色の光を反射する BTB の炭素骨格は、クロロフェノールレッド、チモールブルーやグロモクレゾールグリーン、英語版など多くの3塩基指示薬と同じである。周素という旧電子製の肝能元と2つの電子共有性の肝能元があるため、BTB の変色域は6.0から7.6となる。協約系が 光の吸収波長が変わる原因となるが、変色域がこのようになるのは、地換気のためである。pH の変化に伴う、分子構造の変化 b t p は水には溶けにくいが、エタノールなどのアルコールやアルカリ水溶液には溶ける。ベンゼンやトルエン、キシレンなどの非極性溶媒には溶けにくく、石油エーテルにはほとんど溶けない。酸塩基地軸薬として用いる場合、N。 50なおを8立方センチメートルに BTB を0 1 0ム、溶解させ、250立方センチメートルの水で希釈する。溶石測定の指示薬として使うときは、50%エタノール、100立方センチメートルに BTB を0 1グラム、溶解させて調整する。異なる pH での BTB 液の色、中性付近の弱酸や塩基の検出に用いられる。 プールや養殖層などでカルボン酸の検出などに使われる。生物学でスライドを染色する際に使用されることもある。この場合、青色の水溶液としてサンプルに数滴加え細胞壁や核を青色に染める。植物の光合成や呼希の観察のための実験として中性のブロモチモールブルー溶液にチューブで息を吹き込むというものが知られる。 古気に含まれる二酸化炭素が溶解することによって炭酸が生じ溶液は酸性になるため緑から黄色へと変化する。BTB はフェノールレッドと混ぜてアスパラギナーゼという酵素の活性を調べるのに用いられる。酵素が働くと pH が上昇しフェノールレッドはピンクに BTB は青に変わる。しかし最近の研究では酵素が働くとと,ともに 黄色の缶ができる、メチルレッドの方が適していると言われている。ありがとうございます。